はい、東学育ち農園です。今回はナスの半身胃腸病の回復実践編から8週間経過の、動画となります。もうちょっと2ヶ月がですね経ったのかというところですけれども、早速ですね様子をお届けしたいと思います。はい、それでは肺の1株目穴が3箇所の株からですね、見ていきます。はい、どうでしょうか。なんとかピンとしてます。徐々にですが、やっぱりここの下の葉っぱはですね徐々に、進んできてる感じもあります。はい、肺の2株目穴が3箇所のものです。はい、どうでしょうか。こちらもですね、また新しい、花も咲いているところですけれども、少し進行してきている感じがあるのかなと、こことかもですねっていう気はします。はい、続きまして柿殻石灰の1株目穴が2箇所ですね。はい、どうでしょうか。結構これも伸びてきてます。ただですね、やっぱりちょっと少しずつ上に半身胃腸病来てるかなというところもちょっとあります。はい、柿殻石灰の2株目こちら穴が4箇所の株です。はい、どうでしょうか。こちらもですね、上部、成長点側ですね、かなり良さそうですね。そうですね、今成長点から数えると1、2、3、3節目から4節目ぐらいのあたりでちょっと出てきてますね。はい、米ぬかで行いました1株目穴が4箇所の株です。はい、どうでしょうか。こちらの株は結構そうですね、だいぶ良さそう。下の方も、まあ、ちょっとずつはありますが、これはちょっと持ちこたえてる感じがあります。はい、続きまして米ぬかの2株目穴が2箇所です。どうでしょうか。こちらはですねちょっと症状が進んでいる感じがあります。隣ですね、まあ、米ぬか同様のものですけれども、こちらの株は結構進行が、見受けられます。肺の3株目穴が2箇所の株です。どうでしょうか。こちらはちょっと前回と同様の、まあ、中側ですね出てたりとかもあります。ちょっと上にも来てるところもあります。はい、いかがだったでしょうか。今回のこの8週間経過のですね様子です。ちょっとすいません、雨またですねこれ降ってきまして、午前中はですね晴れていたんですけれども、いやまた午後になってですね、雨が降ってきております。まあ、風も出てますけれども、まあ、この1週間ですね、まあ、ずっと降り続くっていうほどではなかったんですけれども、まあ、快晴ですね、まあ、1日ぐらいあったかなっていうぐらいで、日照時間だいぶないですね。でそれに伴って気温も低いです。まあ、今までの、まあ、お盆前ぐらいまでのですね天気と比べると、まあずっと雨が降ったり曇りだったりで気温が上がらなかったので、この今回紹介した株もちょっとですね半身胃腸病の方がまた出てきてるというか、進行がちょっと始まり出してる気がします。それまではですね、まあ下の方だけだったんですが、ちょっと上の段に1段こう上がってきてる感じがあります。
で、またですね、これ、雨の予報にはなりますけれども、また、前線が復活。一旦前線消えたんですけれども、また復活するということで、またさらにですね、ちょっと天気の方が、わからない状況というか、もしかしたらこれまた、雨、もしくは曇りがちょっと続きそうなですね、気配になっているという状況なので、また来週の、まあ、9週間、経過の動画の時もですね、ちょっと天気がこれはどうなって、いるのか、まあ、ちょっと心配なところもありますし、この天気続けば、これ多分半身一丁病じゃなくても病気で何か、症状が出るんじゃないかぐらい、ちょっと天気の方がですね、かなり、まあ、良くないですね。雨と曇りと、まあ、湿度の高い状況とかずっと、続いております。まあ、こればっかりはですね、ちょっとしょうがないんですけれども、まあ、本来の、半身一丁病の方ですね、についても、この、気温があまり上がらない、ある程度冷涼的な気温が好きという、半身一丁病の、まあ、好む状況には確かになってきているので、それまで半身一丁病になってなかった方も、今回のこの雨とかでまたなってる方とかですね、お盆過ぎて、まあ、だいぶ株も成長してですね、根っこも伸びて、まあ、半身一丁病の菌が、まあ、侵入しやすい状況、なってる方も、いるかもしれないです。で、まあ、一応目標としてはですね、9月中、生き延びると言いますか、気温が下がってきても、まあ、収穫し続けられる状況が一番いいとは思ってるんですが、まあ、それがちょっと早めに本当に、この8月下旬ぐらいに来ていると。同じような環境、まあ、秋雨前線のような天気が、今続いているという状況です。で、ただですね、まあ、今のところはですね、まだ少し進行してるかなというところで、まあ、大きくですね、明らかに進行してきている。まあ、今すぐにですね、大変な状況になるというのは今のところはないんですけれども、まあ、今後が気になります。さらにですね、午前中は実は晴れてたっていうのはさっきちょっとお伝えしましたけれども、午前中晴れてる時はですね、結構このナスの木の葉っぱがですね、ちょっとタランとしてるというか、まあ暑さ、久々の暑さっていうのもありますし、ちょっと病気の進行もあるのか、少しですね、ちょっとタランとしてたところがあったので、今回は雨でですね、今ですね、午後来てみたら、まあ曇ってて、まあ雨も降ってくるぐらいだったので、ちょっと涼しくなったので、今ちょっと元気のように見えてますが、午前中のですね、晴れてる時結構、なんかですね、葉っぱがタランとしてたり、くたーっとした状態だったので、ちょっとこれは進行してるせいなのか、まあ、久々の晴れでそうなったのか、というところがですね、ちょっとわからないんですけれども、ただ、実際に今言えるのは、まあ、ちょっと半身一丁病、また、ぶり返しといいますか、まあ、第2波のような形で、まあ、天候的にもですね、本当に梅雨のような状況ですので、まあ、こうなってきてるという、状況がお伝えできます。まあ、こんな感じになりますけれども、ナスの半身一丁病の回復実践編から、8週間、経過の様子ですね、お届けさせていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。